酒館学院修習期限定講座パッケージの授業講師の酒館です。今回紹介するソフトは東和機器が1989年にファミリーコンピュータ向けに発売した名探偵ホームズ M からの挑戦状で、こうか FF マークですね。で、こうなってこうかで、こうかで、裏面あ、こうやって回転させてみるにはいいんですよね。で、ここからこうですね。で、まあ、表面から行くと、まあ、タイトルがあって、ちょっとアニメ調のホームズとワトソン君ですかね。で、手紙があって。で、これなんか、バイオリンを持ってる人、人影があって。で、ここの方。名探偵ホームズ、M からの挑戦状。で、ここはリアルアドベンチャーゲーム、シャーロック・ホームズってなってますね。まあ、特に何もないですけど。あ、でもあれですね、側面とか裏面とかこのホームズマークが出ていますね。表面にないけど、だからこれロゴの一部ではないんですね。で、裏面はロゴがあって画面写真で説明文、長いな。ちょっと説明文読んでいきますね。1897年ロンドン、名バイオリニストのグレイ・コーネルのもとへバイオリンの名器ストラディバリを頂戴するという脅迫状が届いた。差出人はあの極悪非道のモリアーティ教授だ。まあ、M からの挑戦状というかモリアーティの挑戦状ということになりました。はい。でコーネルの依頼を受けたホームズはストラディバリを守るためコーネルのバイオリン演奏旅行に同伴することになったが、早くも殺人事件が。ヨーロッパ各地を舞台にステージは5章からなっており、殺人、密室殺人、犯人追跡、暗号解読、アリバイ崩しという各テーマの謎解きをしていかなければ解決編に到達しない。そこには思わぬ結末が待っている。果たして名探偵ホームズは無事ストラディバリを守り宿敵モリアーティの陰謀を破ることができるのか。いや、なんかほら、バイオリン持ってる人逃げてるじゃん。いいのか、守っ、ああ、わかんないけど。でもね、これ、ステージが5章からなりってね、書いてあって、これ、犯人追跡してこう走りながら、ああ、次暗号解読するのかっていうのもちょっと虚しいですよね。以上、作家でした。